自己反省の教えて質問箱のコーナー。はい、どうも。はい、カービーです。カービー君は今さっきまで仕事したのにどうして埼玉県庁の前で寝てたんでしょうか。うん、良い質問だね。それはカービー君もよくわかりません。まあどうせそうだね、仕事の近くで酔っ払ってそのまま寝ちゃったんでしょうかね。はい、というわけで自己反省で一番面白い人といえば、やっぱり、そういういろいろ面白いエピソードにもこと書かないし、アドリブもそこそこ聞くし、音楽とかもつけるカフェくんなんじゃないかなと思っております。はい、というわけで、自己反省はそんな面白い質問を、いろいろお待ちしておりますので、皆様どうぞ、ツイッターとかね、どしどしご応募いただければと思います。はい、それでは皆様おやすみなさい。お疲れ様です。だーん、どうやって消すんだこれ。